豊岡市の玄武洞と淡路島の野島断層が地球の歴史を知る上で重要な地形だとして、地質遺産100選に初めて選ばれました。世界の地質を研究する国際地質科学連合は、地球上の歴史や地球科学を解明する上で重要な役割を果たした地形を地質遺産100選として初めて発表しました。 日本からは地球上で北と南が逆転する磁場の入れ替わりを突き止めるきっかけとなった豊岡市の玄武道が選定また阪神・淡路大震災当時の断層が保存されている淡路島の野島断層も選ばれました100選にはアメリカのグランドキャニオンやオーストラリアのエアーズロックなども選ばれています